あ、そう。わー、うわ、こちら。あ、なんか美味しそう。お酒飲むより好きかもしれない。ケチです。ミカです。今回は大人が楽しめるアイスクリームを取り寄せました。アイスクリーム大好きです。アイス好きやんか。アイス大好きで、まあアルコールもさっきちょっとたしなむ程度に飲んでるやん、その中で日本酒のアイスを食べてほしいなと思って、日本酒のアイスクリームこちらです。あーっていうか段ボールやね。今回はバラエティパックを注文しました。はい、だから6種類の味があると。6種類の味からその家族分を置いてこれってこう選んで食べようか。6種類の中からどう開けます。わー、美味しそう。うわー、こちら。もうまずこの日本酒のアイスクリーム。お酒入りのアイスは食べたことあるけど、日本酒っていうのはない。日本酒とアイスクリームって合うのかなって思うよね。その辺も楽しみ。続きましてこちらチョコレートのアイス。チョコレート好きやから気になんねんけど、チョコレートって結構味が濃いから日本酒がどんな風に出てくるんかっていうのが楽しみかな。次はこの男山。すごいね。男山アイス。味がなかなか強い。そう。次は抹茶のアイス。なんか個人的に合いそうやなって思う、抹茶って。そうやね。確かに日本酒と合うかもしれない。そう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 。で次は柚子と日本酒のアイス。これさっぱりしてるかもね。で最後に紫甘酒。これはノンアルコール。だから息子はまだ未成年なので、まあこれ息子。そうやね。もう決まりやね。これは。決まり。日本酒アイス、アルコール度数 3.5%、 日本酒の旨味たっぷりのオリジナルの日本酒アイス、ぜひ味わってほしい不動の人気ナンバー1フレーバーです。日本酒アイス男山、アルコール度数 3.5%、 北海道旭川の男山をふんだんに使用。キレのある味わいと爽やかな香りは国際味覚賞を受賞したお墨付きの美味しさです。紫甘酒、ノンアルコール、紫黒米と麹から作られた紫甘酒をミルクアイスに練り込みました。あ、美味しそう。美味しそうやねこれね。甘酒の優しい甘みが感じられるアイスです。こちらはノンアルコール商品ですので、お子様などお召し上がりいただけます。日本酒アイス柚子、アルコール度数 3.5%、 日本酒と香り高い柚子をミルクアイスに練り込みました。柚子の香りが日本酒にマッチした贅沢な味わいです。日本酒アイス抹茶、アルコール度数 3.5%、 日本酒と爽やかな抹茶をミルクアイスに練り込みました。抹茶の香りと日本酒のキレが楽しめます。日本酒アイスチョコレート、アルコール度数 3.5%、 日本酒とチョコレートをミルクアイスに練り込みました。カカオと日本酒の香りが合わさった大人の味わいです。おいしそう。どれから食べたい？どれから食べたいっていうか、何個か食べれんの？そうだな、こう1人1個じゃなくて、こうなんかにこう持ってそれをこう食べていく。そうやな、そっちの方がいいと思う。アイスビュッフェや。いいね。なかなかないよね。いいね。3.5% だからちょっとほろ酔いになるかもしれない。そうやんな。今お腹空いてる状態やから、まあ、特にそれはあるかと思うんだけども、でいきなり濃いもの食べると薄めの味っていうのは分かりにくくなるから、ね、だから初めにこの日本酒アイスからいくわ。そうやね。まず初めに日本酒アイス、日本酒たっぷりとろけるうまさという、でちょっとねこう常温に戻してる状態だからいいね。ちょっとこうとろっと溶けるっていうか、そうとろっていうのがいいと思う。あ、なんか美味しそう。美味しそう。ちょうどいい感じ。すごいいい感じ。ちょうどいい感じ。今うわーいいね。ごく言うてる。そうやな、ちょっとごくっと言う。おー、スプーンが木。いいアイスって証拠ですね。そうやね。あ、木の匂いする。いや、そりゃそうやろ。ではいただきます。いただきます。あ、サクッとしてる。あ、日本酒の香りするわ。やば。めっちゃ日本酒や。日本酒や。めっちゃこれ美味しい。美味しい。お酒飲むより好きかもしれへん、こっちの方が。ああ、それはでもあると思う。めっちゃ美味しい。あ、うん。アイスとかってさ、香りとかなんていうの、味をはっきり出すのって難しいイメージあんねんけど。こんなにガツンと日本酒が来るってすごいなと思う。それこそチョコレートとかやったらわかんないけど、うん、もうでも今ちょっとほろ酔いになった感じする。まず初めの香った感じは日本酒やって、てか鼻にスッとくる感じ、ほんまに嘘じゃなくて。そうそう、食べた後にほわっと鼻から抜ける日本酒の上品な感じ、普通に美味しい。うん、うん、次は男山。うん、お、見た目は同じやな。ちょっと匂いかね。あ、でもさっきよりか日本酒の香りがそんな強くない気がする。うん、うわ、これなんかやっぱもうクリーム状になってるあ、あのシャープキレある。なんかさっきの後から来るこれ。そうそうそう、さっきと全然違う。日本酒は最初からガツンときたけど、これ、うん、後から来る感じ。でもアイスでこんなしっかり味出んねんな。さっきよりこっちの方が好き。あ、ほんまに日本酒の方が好きやんか。うん、さっきの日本酒は日本酒のばったりだけど、こっちはキレがあるっていう。確かにキレがある、なんかこう可動があるっていう。最初にミルクの甘さがきて、後でそのキレのある男山が来るって感じ、うん、そういうことやね、大体、うん、次は柚子。はい、これ柚子も楽しみ。柚子ってさ、お風呂上がりとかに食べたくならん？匂い嗅いで。あ、柚子めっちゃ柚子くる。あ、ほんまや、うん、これ楽しみ。お、いい感じ。見た目でもわかんねんけどさ、果肉入ってない？あ、ほんまや、果肉入ってるわ。そう、うん、美味しい。これ美味しい、さっぱりしてる、うん、すっきり。でもミルクの甘さがあるから、うん、なんていうの、甘いもの好きにもいいんじゃない？男の山とか日本酒に比べると、お酒の香りがあんまり感じられないような気がするわ。女性は好きかもこれ。でもね、アイスクリームってハーゲンダッツとかああいうこう高級アイス食べんやけど、うん、ちょっとジャンルが違うっていうか。そうやね、これハマるわ。ハマる。だからコンビニ売ってたら絶対売れると思う。コンビニで売ってたら買うと思う。買う。今日は酔いたいわって言った時に、うん、アルコールのドリンク系じゃなくてアイスを買うと、アイスで酔うっていうかっていう方向も今後あるんじゃないかな。なあ、そういうのなかなかなかったけど、新たな、うん、新たな。だって 3.5% ってちょっと前のビールと変わらんぐらいのアルコール度数やん。ちょっとほろ酔いとかでも 3% とか。まあそんなもんやね。どう？今酔った感じどんな？なんかでもふわっとはくる。次は一箱食べる。抹茶かチョコ、どっちがいい？迷うな、どっちが食べたい？でもおじいちゃんから抹茶じゃん、どうせ。もちろん抹茶じゃあチョコがいい。チョコがいい、チョコがいい、はい、というところで、ほな次は抹茶チョコ。では開けます。色が楽しい。あ、うん、おお、抹茶、おお、チョコ。ではいただきます。いただきます。うん、美味しい。チョコレートアイス美味しい。結構濃厚な抹茶や。でもこれも後から来る感じかな、どっちかっていうと。うん、めっちゃ美味しいで、うん、最初にガツンとチョコ。っていうか、うん、柚子とか、うん、日本酒とかもそうやったんやけど、この元のベースのチョコとかがあるやんか、うん、抹茶とか柚子味とか、うん、それがそもそも美味しい。ああ、うん、すごい上品な抹茶のアイスクリームを食べてる。味きた。え、めっちゃ日本酒来た今。来た？なんか奥さかな。なんかめっちゃ来た今。いや、くるくるくる日本酒の。いや、それはだんだん味が乗ってきた。乗ってきた。日本酒の味が乗ってきたんやと思う。そうか、別に奥の水を当てるとかないか。まあ二層式ではないと思うんやけども、でもアイスクリームを食べてこれでも美味しい。これよいなると。ないよなかなか。今回人気ナンバー1のバラエティボックス、まあ6個入って消費税込みで3980円、6個入って3980円っていうことは1個あたりまあ600円、うん、まあでもさ、うん、普通のアイスじゃないもん。お酒が練り込んであるし、そのお酒の味がちゃんとガツンと出るから、うん、思ってた通りの味って感じ。チョコめっちゃ美味しい。次これチョコ食べたいからまた注文するわ、うん、いやお願いしますお父さんのお金でお願いします。めっちゃペロリいくわ。なあ、なんか渋谷かな、渋谷にお店があんねん。あ、お店があるんや。お店があんねん。実際行くよりか、まあ取り寄せて食べたい時に食べて。でもこれはアルコールだから、これから車乗るとか自転車乗るとかっていう前に食べるのは NG なんだけども、まあ確かにね、まあ今日はちょっと仕事疲れたなとか、なんかご褒美にお風呂上がりとかね。お風呂上がりいいな、絶対いいと思う。ほろ酔いで寝れるやん。うん、まあそういう時に一品としてまあ食べながら酔えるっていう酒アイス絶対いいと思いますね、うんうん、皆さんよろしければ酒アイス注文してみてはいかがでしょうか。詳しい説明は下の概要欄に載せておりますので、ぜひご覧ください。割引クーポンもありますので、絶対に今体験してほしい人気のアイスクリームです。じゃあこれまた次もお願いします。わかりました。